れが大変なんだよね。あ、ちょっと出てきた。ここのね、ここが出てくるのよ。で、赤いラインまで来たら OK なんですけどね。これが、これがトン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 って出てきて、赤いラインが見えたら OK。 見えっかな。ちょっと見えんな。ここに赤いラインが出てるんですけどね。この状態で OK です。あとはこっちに回すと、ああ見えへん。あ、これで見えるか。こっちに回すとエアーで、ストップ、スタートで、あとはランかな。よし、これで今日ご飯はメスティン自動炊き。久しくやってなかったよなとか思いながら、もうポケットストーブでメスティン自動炊きですわ。よいしょ。よいしょ。こんなん久しぶりやな。こんな面白いやん。たまにこういうのはもういいんじゃない？はい、はい、それではね、今日はナスビの田楽と、完璧に揃えてきたよ。オクラのチーズのかつお節の醤油、これで完璧。もう忘れもんない。よし、これでオクラチーズができるのと、あとはそら豆のパルメザンチーズ、どこやったかな、パルメザンチーズを食べたいと思います。お肉あるよ。ミスジ買ってきたけど見せようか。すごいよ、ほら見て見て、見える？ミスジ、ミスジ美味しそう。まあお肉ちょっとだけやけどね、おかず多いから今日は。それで食べたいと思います。結構あったな、こんだけあった。水漬け完了。なんか懐かしいな。おお、おお、メスティン、メスティンご飯。久しぶりにメスティンご飯やな。水何杯やったっけ、 180cc やったっけ。よし、うわ、めっちゃ切れるやん。いや別に切れへんって言うてへんからさ。すげえ、スノーピークの包丁って切れるんや。よう切れとるわ。オクラチーズのオクラ、よう切れてるわ。オクラ、よし、よし、こんな感じ。ここにチーズ乗せて、できたら鰹節かけて、醤油かけて食べたいと思います。美味しい、これ大好き。はい、安定しましたよ。これでは、オクラチーズ、こんな感じかな。よし、ここにチーズを乗せよう。チーズ、分厚いなこのチーズ。2枚使ったろうと思ってるんけど、洋さんの方が美味しそうやん。よし、チーズ。こんな感じで、で、火にかけて蓋す。もうすぐできるよ。これではできたと思うので、蓋オープンな。はい、おいしそう。で、ここに鰹節、鰹節、お、
美味しそう。かつお節をかけて、かけて、かけて。チーズにかつお節に醤油と、美味しいんだこれが。で、醤油。よー、醤油。こんな感じかな。これを。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほら、どうこれ。ほんまに面白いよな。よいしょ。お味噌をちょいっと、ちょいっと。よし。もうすぐご飯できるよ。ご飯はもう炊けてんねんけど。うわ、うまそう。もうちょっと待って。もうちょっと。そら豆のパルメザンチーズ和え。それと、やりたいこと全部やってんだ今日。ご飯、おぉ、満パンや。それと、ナスビの田楽。はい、田楽。よいしょ。それと、よいしょ。オクラチーズ。かつお節醤油。次、そしたらみすじ、みすじ、お、すげえすげえ、一瞬やでこんな。おお、すげえ、たまらんなこれ。何もかも美味しい。はあ、だいぶお腹膨れてきた。はい、すべて完食。うまいよ。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。暗すぎてわからへん。野外、一人野外フィルムフェスの、幕を作っていきたいと思います。はい、綺麗に釣れました。こんな感じで。できております。100インチぐらいだとちょうどやね。3メーター30あるもん。十分釣れるよ。ご飯を食べております。今日はしょうがない、台がそれしかないんだから。それではね、準備をしていきたいと思います。どういった？よいしょ。プロジェクター。あ、落ちてんな、プロジェクターな。配線。おー、出た出た、ほら出たで。よし、これで設定完了やな。そこ、そんな感じで、あっちゃ向いて、ほい。おー、笠木の橋がライトアップしてる。こんな感じかな。
おお、始まった始まった。えーい、ゆっくり見まーす。映画1本見終わったので、幕内にこもります。よいしょ。さあ、幕内っていうか寝室や。よいしょ。こんな感じで幕内こもりました。はい、座ってもんだ。もう寝るだけだよ。はい、座って、はい、座って、あなたも座って。では、一日お疲れ様でした。ただいま8時半でございます。ああ、暑。もう半袖で十分や。全然寒くなかったし。いやー、今日もピーカンやんか。よし。お。よし。一日始まるよ。さあ、朝食べよう。朝ごはん食べよう。野菜サラダ、野菜サラダ、野菜サラダ、トッピング、カリカリベーコンのトッピングだってさ。よいしょ。カリカリベーコン入りました。それはカリカリチーズだってさ。おー、面白い面白い面白い。へー、よし、こんな感じで。で、チキンラーメン、ちっちゃいやつ、スープ代わりかな。なんかよくわからんねんけど、野菜の素っていうのがあるんだって。もらったんですけどね、使ってみようかなと思います。とりあえずプレヒート、プレヒート、プレヒート。暑いな、しかし暑いやろ。幕内27度、外24度。外が24度やで、朝9時の時点で。よう分かりませんわ。暑い。もう半袖。おお、メラメラいっとるな。ほんま静かなサイレン触ったらいけるかも。やっぱ宮崎、宮崎県。あ、小林なんや。へえ。美味しいって聞いたから。こんなんでいいんかいね。いただきまーす。ふん。なるほど。うん。美味しい美味しい。もっときつい味かなと思った。結構まろやか、まろやかや。チキンラーメン、あこ、あこ、おいしい。もうそろそろ限界のシーズンかな。5月までは行きたいんやけどな。あー暑いわ。ワンコがそろそろ持たへんで、これ。さあ、そうしたらもう片付けて帰りたいと思います。まあ、ゆっくり片付けれるから今日はいいよ。
人全然おらへんし、見て全然いないでしょう。これ今日はゆっくりできてる。のたれてる。疲れたかな。暑いもんな。もうちょっと帰るからね。さあ、あとちょっと頑張ろう。ミシュー、お掃除するから抜いて。ミシュー、おいでほら。あ、おいで。よいしょ。あ、抜いて。あ、うわ、ドロドロやん、もう。はい、綺麗に片付きました。よいしょ。さあ、帰るかね。はい、それでは帰りますかね。はい、お疲れ様でした。2泊3日がいいね。僕はやっぱしんどいわ。